こんにちは、兄です。今日は手裏剣戦隊忍忍者、回転超忍法、五トン忍手裏剣で遊んでいきたいと思います。はい、ほぼね、毎回劇中で使われている忍手裏剣なんですけども、やっと発売されましたね。で、パッケージはこのような感じで、5つの忍法発動って書いてあります。裏側はこのような感じで、まあ、ざっとした説明がここに書いてあります。それでは開けていきます。でサイズはですね、普通の忍手裏剣とほぼ同じですね。で、今回のこの五トン忍手裏剣なんですけども、ブレードとコアが分かれないです。もうこれで全部一体型になってますね。なので、サイドに解除ボタンとかそういうのはないです。裏側はいつもの忍手裏剣と同じで、ここに音声ボタンがあります。そしてここにね、普段ついてないボタンがついてるんですけども、これ何かっていうと、このブレードですね。このブレードが、まあ、回るんですけども、それをロックするボタンがこれです。なので、これを押した状態になっていると、ここは回らないようになってます。それではちょっとね、ブレードを回していきましょう。はい、こんな感じでブレードを回していくと、それぞれのね、術の名前を、まあ、読み上げていくような感じです。で、まあ、火の術の時に、この裏のね、ボタンを押すと、まあ、火の術の時の音声が流れるっていう感じです。じゃあ押してみましょう。はい、こんな感じでね、メラメラっとした感じが流れます。じゃあ全部ちょっと後ろを押しながらね、回していきます。それぞれにね音声が入っていてすごい楽しいです。ただですね、発光ギミックはなくて、ここの5っていう漢字は光らないです。ちょっとこれ残念ですね。あと回していて気づいたんですけども、この順番が普通に1週間の曜日順になってるんですね。で、日曜日と月曜日がなくて、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、そして日月は休みみたいなね、そんな感じになっています。あとおっさん世代はインドの山奥でっていうのが、まあ、ちょっとちらっとね脳裏をかすめます。手裏剣単体での遊び方は以上です。次はですね、忍者一番刀にくっつけて遊んでいきます。はい、一番刀準備しました。それではね、セットして遊んでいきましょう。まずはね、火の術から。はい、メラメラジャーって言った後にメラメラっとした感じです。そしてトリガーを押します。斬撃音と、あとメラメラとした音ですね。で、トリガーを押した時は基本的にこの裏をね押すような形になるので、まあ、手裏剣単体の時に裏のボタンを押した音と全く同じ音が流れるっていう感じです。それでは残りの術の音声を確認していきます。はい、このような音声が流れます。それぞれの術で音声が違うのがね、すごいいいですね。最後に手裏剣陣で遊んでいきます。五トン忍手裏剣は、ここにね、ポッチがついているので、手裏剣陣にもね、くっつけることができます。では行ってみましょう。いきます。はい、音声ギミックはないですね。あと顔の部分もないので、ちょっとね、こう、間抜けな感じでしょうか。で、この状態ではブレードのロックかかってないので、これを回すことができます。まあ、だからどうだっていうとこでしょうかね。あとボタンも押せば、はい、それぞれのね、音声が流れるような感じです。だからまあ、この機能は、おまけ程度な感じでしょうかね。
回転超忍法五トン忍手裏剣遊んでみての感想なんですけども、まずね、見た目がね、すごいカラフルで綺麗でね、僕はこれすごい好きですね。であと音声もそれぞれの術でしっかり入ってるし、あの忍者一番刀をね、回転させた時の音声もしっかりね、5つ入ってるっていうところはもうね、あのすごいなと思いましたね。あえて残念なところを挙げれば、発光ギミックが欲しかったんですけども、ただブレードがね、回転するっていう構造上、この中に配線を仕込んでいってあそこを光らせるっていうのはかなり難しいので、まあ仕方ないのかなっていう気はしないでもないですね。忍忍者のなりきりアイテムとしてはかなり劇中で使われるので、これはね、絶対あった方がいいなと思いました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。